地蔵院は京都式宅大将軍川端町にある浄土宗の寺院。三号は金葉山。境内にある地立椿で知られ、椿寺の名で親しまれる。仁気三年、行基が聖武天皇の直岸によって摂津国の金葉地のほとりに混流したのが始まりと伝わる。平安時代に絹笠山の南に移されたが、 室町時代の明徳二年に勃発した明徳の乱で消失した。しかし、足利義光が金閣寺根流の余り罪をもって再建し、地蔵菩薩を法案した。天正十七年、豊臣秀吉の命によって現在地に移された。当時は、そもそも八州見学の寺院であったが、漢文十一年に全英王尚によって、 浄土囚人となり、地音院の末路となった。この際に本尊が、全道大施策で、長元商人が将来したとされる豪脚氏阿弥陀如来となっている。桑形地蔵や稲屋の地蔵と呼ばれていた元の本尊である地蔵菩薩は地蔵堂に移されている。かつて書院の前提には、有名な地理椿があり、これが椿寺という異名の由来になっている。 文録の役の際に、加藤清正が、朝鮮のウルサン城から持ち帰り、さらに北のお茶の湯の時に、豊臣秀吉から当時に献起されたものである。初代は惜しくも腰し,し現在は樹齢約120年の二世椿が花を咲かせており、京都市の天然記念物に指定されている。明樹、三椿五式八重三椿は、一本の木に、 濃淡様々な色合いの花が見られ、散り際も花びらが一枚ずつ散り美しいと、秀吉も愛したという名木である。また、同じく境内にある、八重部西だれ桜と同時に見頃を迎えるため、4月中旬には、椿と桜の美しい共演が見られる。早見巨州の代表作、明樹、三椿は、地蔵院の五色の八十三椿を描いたものである。ありがとうございます。